じゃ全然さ、話飛ぶんだけどさ、見ましたか？夜見る。あと、椎名先輩の、水着の衣装。あれは、エッチですね。ちょっと気づいてない人は見返してほしいんだけど、まず椎名先輩の水着のポイントは、まあ、水着単体でも可愛いんだけど、僕 T シャツ着た時が一番いいなって思ってた、上に。肩のところから、ネックレスしてたと思うんだけど、肩のところから紐が見えてるんよ。水着の紐がね。あー、それはダメだ！貴重、いや、貴重くないよ。貴重くない。みんな思うことなら等しく。うん。夜にのは、全然関係ないんだけど、アイスがさ、いや溶けちゃうんだろうなって思ってた。アイス、溶けちゃって、その溶けたやつが、指にかかって、あ、ベタベタするって言って、その指舐めてるんだろうなって、思いました。あ、これ以上は夢見ます。はい、妄想が膨らみますね、あの水着。新章はたまじゃ、みんな、2時3時、ライブは水着が、水着化計画お待ちしておりますよ、本当に。